東京都交通局9000系電車、東京都交通局9000系電車、東京都交通局9000型電車は、2007年、平成19年5月27日に営業運転を開始した東京都交通局の路面電車、都電車両。2006年、平成18年3月、東京都交通局は、都電荒川線の活性化策の一つとして、また2001年に廃車となった6000型に代わる6年振りのイベント車両として8500系以来となる新型車両を2007年5月までに2億円の予算を投入し、レトロ車両として1両を導入することを決定した。そこで登場したのが本形式である。7500系の老朽取り替えの目的もある。本形式は全鋼鉄製の二軸ボギー電動客車である。8500型と同様の車体寸法で、入り口が片開き、出口が両開きのドアの構造、位置も同様だが、前述の計画に従って、レトロ車両、モチーフは明治から和初期の東京市電の車両としての装飾が与えられているため、外見の印象は大幅に異なっている。屋根は見かけ上二重構造とし、全小塔は丸型のものを倉下中央に1個、その他に補助塔として窓上部の端に2個配置した。窓は前面窓は3枚窓、戸袋窓は丸窓で、その他の側窓も上部に丸みを持たせた。前面には7000型と同様に LED 式の行き先表示器を設置しているほか、右下にサボ受けが設置されている。塗色は上部がクリーム、下部がえんじ。9001号車、ブルー、9002号車の2トンカラーでアクセントに金色の模様が施され、前面上部に東京都交通局の局紋が装飾された。なお、9001号車は財団法人日本宝くじ協会からの公益事業への助成を受けて製造されたため、前面の右下には宝くじ号と表記されている。終電装置はシングルアームパンタグラフを採用。空調装置は二重屋根になった部分に隠されている。屋根上集中式。冷房能力は 24.42kW で、7000型や7500型と同一である。なお、当初のデザイン画には、トロリーポールや前方に突出した網式の救助機が描かれていたが、実際に本形式を製造するにあたり、現状に合うパンタグラフや救助機に変更された。内装は木目調を採用し、床はフローリングである。照明は間接式が採用されたが、天井色を白色とすることで室内の明るさを確保している。さらに丸型の窓や真鍮製の手すり、緑色の地に模様を施された座席などでレトロムードを演出させる。客室定員は8500系8501号車では65名だったが、本形式ではロングシートを1人増やして9人掛けとし、座席22名、立、席42名で合わせて1名減の64名となった。さらに、3人ごとの腰掛け仕切りを兼ねた縦型の握り棒を新設した。乗務員室との仕切り部には、従来からの運行案内に使用する LED 式表示器の他に多目的での使用が可能な20インチの液晶表示器が設置された。これは、イベント時の使用を想定して設置したもので、詳しい使用方法は電車部で検討中であったが、営業運転開始後は9001号車の製造記録や車両案内などの PR に使用されている。さらに、イベント設備としてカラオケ機器や照明設備も用意されている。バリアフリーにも配慮し、従来行われていた車椅子スペース専用の降車合図ブザーに加え、釣り手を従来より 100mm 低く設ける優先席部に黄色の三角形の釣り革を設置する車椅子スペースを従来車よりも1箇所、多い2箇所を設置する腰の高さの握り棒を装備する車椅子固定用のベルトを装備するなどの対策が追加された。また、都電荒川線は1990年代後期に停留場のプラットフォームがかさ上げされているため、ステップがないが、さらに床面高さを8500型よりも 4mm 下げて 786mm とする出入後部に 20mm 傾斜を設ける、などして、ホームとの段差をさらに縮小している。車内の広告は、レトロ調のもの、2009年3月現在、9001号車は、感度飴、9002号車は、オロナイン H 軟膏が検出されている。また、路線図は、荒川線の他形式とは違い、本形式オリジナルの黄色いラインが施されたものになっている。乗務員室は、前面窓が3枚になったため、視界を確保する必要があること、さらに料金箱の関係で、運転台位置は8500型よりも 50mm 中央寄りに移動した。また、ハンドルの構成は従来車と取扱い方式を合わせるため、主幹制御器とブレーキ設定器から構成するに、ハンドル方式を採用した。なお、運転士が急病などの場合に、自動的にブレーキがかかり停止する、都電発のレッドマン装置を備える。制御装置は8500型に引き続き、VVVF インバータ制御が採用されているが、阻止方式は、同形式のジーテオサイリスタに代わって、イベットとされ、阻止の冷却には、床下機器のスペースが限定されるためファン用の冷却方式を採用した。イメージ的には、同じく、レトロ調の熊本市電8800系の101号車に近い。ブレーキシステムは、電気主冷式電磁直通空気ブレーキ方式で、大荷重機能と回生ブレーキ、発電ブレーキ付きである。また、ブレーキ制御に回生ブレーキと発電ブレーキを併用する制御を採用し、回生負荷が足りない時に発電抵抗器によりエネルギーを消費することで安定したブレーキ力を確保できるようにした。保安ブレーキは平成13年関東運輸局通達に従い、空気タンクと逆止め弁などの重化を図った。2006年、平成18年6月に発生した追突事故への対策として、在来車に設置されたブレーキランプも設置されている。さらに、速度時速 40km を超過して加速することがないように、速度リミッターを追加した。渡幣装置は空気式で、入り口に片開き式で有効幅 1000mm の Y6 型を、出口に両開き式の有効幅 1300mm の Y4 型のものを採用した。主電動機の製造メーカーは変更されたが、1時間定格出力は8500型と同じ 60kW である。同形式と同じ自己通風方式のカゴ形参照、誘導電動機を採用している。駆動装置との結合は従来通り、WN 継ぎ手を採用。車両1両への搭載台数は2台である。車輪は、丸リング付き防音1体圧縁車輪であり、車輪径は、新品時 660mm である。本形式用の台車はほぼ同形式と同一の設計だが、車両の床面高さを下げるため軸バネを少し硬くして、バネの全長を短くすることで、同形式と比較して 4mm ではあるが、床面高さを下げることができた。本形式の第1号である9001号車は、2007年3月にアルナ車両で製造され、同月22日にトレーラーに搭載されて同社を出発、2日後の24日早朝に荒川電車営業所に搬入された。また、営業運転に入る前の試運転中は前面中央上の早稲田方に試運転中急停止しますの張り紙が掲出された。そして、同年5月26日に改修工事が完了したばかりの三ノ輪橋停留場で、記念式典が開催され、女優の名取裕子らを招いて、専用の記念列車が運行された。また、この日は、荒川電車営業所で、路面電車の日記念イベントが開催され、撮影会での展示車両に抜擢された。その後、翌27日から、通常の営業運転を開始した。さらに、同年6月10日まで7000系の 7001.70087010 の3両に本形式の導入を記念して、花電車をあしらったラッピングが車体全体に施され、側面に平成19年、新しく懐かしくレトロ車両都電荒川線が変わりますのメッセージが施されていた。本形式は6000系、6152号車以来のイベント車両としての運用のほか、定期運用や貸し切り運用にも充当されている。また、本形式の投入に関連して三ノ輪橋や庚申塚など一部停留場の改修、レト電車との景観に合わせる目的で、ガス灯を模した照明の設置などを行っている。2009年、平成21年1月31日からは9002号車が営業運転を開始した。なお、同年2月8日には、荒川電車営業所にて9001号車と並んでのデビューイベントが開催された。6月7日の路面電車の日にも2両が撮影会での展示と臨時電車での運用に抜擢された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。